はい、今日食べる商品はこちら、いちごがいっぱいチロルチョコのいちごスムージー味、ストロベリーティー味、いちごミルフィーユ味です。ストロベリーティーにいちごを浮かべたことはないですけど、うん、どんな味なんでしょうか。気になりますね。いちごスムージー、この緑色は何だろう。抹茶系なんですかね、それともいちごの葉っぱ、ミントが浮いてるというか乗ってるのでミントかな。気になるので食べていきたいと思います。なんかね、冬場になるといちごの商品、関連商品増えますよね。まだ春になるまでは、お、最初にストロベリーティーですね。春になるまではいちごが旬って感じがしないんですけど、うん、すごくいちごの香りがします。あんまり茶色系の、薄茶色でホワイトチョコが日に焼けたみたいな感じの色合いですね。はい、では食べたいと思います。いただきます。うん、中にビスケット生地が入ってますね。うん、鼻から抜ける香りが紅茶っぽい。うん、ちょっと苦味がありますね。うん、あんま苦い感じの。で、匂いを嗅いだ時のいちごのね、結構いちごがツンって感じで来る香りがしたんですけど、匂いを嗅いだ時ほどのいちごの味はしなかったですね。その苦味に消されてるというか、うん、ストロベリーティー、ちょっぴり想像と違った味でした。次、いちごミルフィーユ。苦味がね、まだ口の中に残ってますね。なんか人工的に作られたような感じの苦味なので、紅茶の苦味っていう感じじゃないですね。ちょっと、口に残ってる感じの味は嫌ですね。嫌とか言って。いただきます。こちらもすごい、この時点で、いちごの香りが強くしてます。いただきます。これもいちごがそれほど主張してこなくて、ミルフィーユ生地というか、生地の方がメインって感じですね。これドライフルーツですかね。いちごのドライフルーツかな。なんかレーズンを食べてる時のような食感が混ざってきますね。でもフリーズドライのいちごが入ってるチョコに比べると、いちごの主張はあんまりないです。ドライフルーツいちごで、ラストですね。こちら、いちごスムージー味。これが一番シンプルにいちごっぽい感じかな。この下の緑が気になりますね。いただきます。食感がすごい、この中にもマシュマロが入ってます。この白いところ、緑のところは特にミントという感じの味はしなくて、普通のホワイトチョコって感じのね。周りのいちごの部分が甘酸っぱいいちごのチョコで美味しい。この中で一番もう一度食べたいと思ったのを食べたいと思います。じゃん、はい当然のごとくみたいな
こちらいちごスムージー味です、はい、このね周りのいちごの部分、いちごチョコの部分もあの甘酸っぱいいちご味がして美味しいですね。と他のものは食感を楽しむのはいいんです。これは食感も楽しめるし、でもいちご感はそこまで感じなかったですね。でこれはちょっと苦味がお茶というか紅茶の、紅茶の苦味を表すにはちょっと人工的苦味が感じられたのであんまりって感じですね。はい、いただきます。この噛んだ瞬間のマシュマロのもっちり感でもうすぐに溶けていく感じ、不思議ですね。いちごがいっぱいチョコ、いちごスムージー味がとても美味しかったです。で同じいちごでね、また別商品なんですけど、こちらアポロのシャリシャリいちごミルク味、こちらは夏っぽい商品ですね。はい、夏の売れ残りかな。あ、ホワイトチョコでシャリシャリいちご、シャリシャリいちごチップ、これはフリーズドライのいちごだと思うんですけど、いただきます。美味しい。美味しい。フリーズドライのいちごが入ってるチョコレート、いちごの甘酸っぱさが美味しい。この下のホワイトチョコの部分が上の甘酸っぱさをこうまろやかにしてくれて、一緒にこう舐めて食べるとすごいちょうどよくなります。でもこの甘酸っぱさを直に感じたいなっていう人は最初にこの白い部分を食べてから食べるといいかもしれませんね。美味しい。美味しかった。リピート買いしてもいいかなと思うような美味しさでした。はい、というわけでどっちがメインか分かんなくなっちゃったいちごのチョコの食べ比べでした。おしまい。